1年最初の G1 を制するのはどの馬か。ダート王者を決めるフェブラリーステークスが始まります。各馬スムーズにゲートを飛び出しました。ここから前に出るのはどの馬でしょうか。今回のレースで注目を集めているのはワイドファラオ、構想を期待しましょう。ここからどのようなレースになるのか、どのようなレース展開が待っているのでしょうか。先頭を走るのはワイドファラオ。先頭から最後方まではおよそ6馬身。走り出しは上々のようです。トランセンド、内をついて金引き、コパヌリッキ、内から日本ピロアワーズ、外からインピー、内のホール名声オペラ、その後ろには進行ウィンディー、その後ろにオクトベガ、続いてオグリキャップ、前に続いてレッドルゼル、前を追いかけてウィングアロー、その後ろからバーリリア、次にサウンドトゥルー、前に続いてゴールドティアラ、しんがりにいるのはアドマイアドン。さてここで各馬の位置取りを整理します。現在先頭を走っているのはワイドファラオ。走り出しは上々のようです。トランセンド、内から名声オペラ、金引き、外の方からコパヌリッキー。先頭集団がコーナーに突入します。後続はここで差を詰めることができるのか。流れの中で各馬激しく動き出します。現在先頭を走っているのはワイドファラオ。花見たち隊列を引っ張り、レースは直線を残すのみ。各馬一斉に動き出します。このまま逃げ切れるか。最終コーナーを抜けて直線へ。一体競り勝つのはどの馬か。先頭はぐんぐん加速。2頭の意地と意地がぶつかり合う。後ろからは何も来ない。ワイドファラオ先頭を走っております。リードしているのはワイドファラオ。まだ先頭は粘る。大きく差が開いた。ワイドファラオ堂々たる走りでした。1着はワイドファラオ、続いて2着にアドマイアドン、3着に名声オペラ。砂の王者が今決まりました。フェブラリーステークス決着です。